はいどうもクワでございます。本日はですね、旅のヒント動画というか旅のティップ動画なんですけども、僕がね普段どうやってガイドを見つけて少数民族と接触しているのか、どうやって少数民族と会っているのかっていうのをご紹介したいと思います。僕も世界の少数民族にそんなに詳しいわけじゃなくて、一回一回ね旅に出る前にどこにどういう少数民族がいて、どこに行ったら会えるのかっていうのを毎回毎回調べております。一番その調べるので重要になってくるのがナショナルジオグラフィックとか、そういうリサーチが行われているマガジンとか、そういったウェブページとかを見て、ここにはこういう民族がいるんだとか、ここに行けばこういう人たちと会えるんだっていうところを探してから旅に出るようにしてます。で、特にですねナショナルジオグラフィックっていうのはその少数民族の歴史とか、こういうガイドを使ったっていうのも記事によっては書いてあったりして、とても分かりやすいんですね。特にですね、もう前回一番最初に行ったミャンマーなんかは、そのナショナルジオグラフィックの記事を見てガイドの情報が書いてあったので、そこにわざわざコンタクトを取って僕が、もろもろ連れてってもらったりとか、そういうことをしました。で、実はですね、僕そこそこ英語ができて、まあちょっとは話せるので、あんまりそのガイドを見つけることに困ってはないというか、日本語のガイドをわざわざ雇わなくても英語でコミュニケーションが一応できるので、それで、英語のガイドをつけております。まずマガジンとかからガイドを見つけられた場合、ガイドツアー会社を見つけられた場合は、このまずガイド会社がまだ存在しているのかとか、古い記事だともうそのガイドをしてくれるツアー会社がなくなっていたりもするので、そこをウェブページで検索します。特にね、最近はもうツアー会社さんホームページはないにせよ、 Facebook やそれこそ Instagram とか、そういう各ね SNS をね結構やっていて、そこからねコンタクトを取るのが正直一番早いです。で、ツアー会社もあんまり大きいツアー会社じゃないので、現地の会社っていうのはツアー会社にわざわざ電話で問い合わせたりするよりかは SNS、 まあもちろんメールがあるアドレスがあればメールアドレスで送ったりもしますけども、 SNS が一番早くて確実な方法かなって思っております。で、 SNS っていうのは、まあ、頻繁にねそのツアー会社さんも写真をアップしたりとか、そういう状況をアップしてくれたりとかしているので、本当にそのツアー会社さんが動いているのかっていうところも分かりますし、自分が行きたいところに行けるのかっていうところを気軽にね SNS のダイレクトメッセージとか、そういったリプライとかを通して気軽に尋ねることができるので、かなり SNS で現地のツアー会社さんとコンタクトを取ってやり取りするっていうのはかなりおすすめの方法です。で、まあ他にもね、まあもちろん電話は国際電話なのでお金がかかってしまうので、メールなんていう方法もあって、まあもちろん皆さん知っての通りメールアドレスがあればメールは送れて簡単にやり取りができるんですけども、その土地によってはね、そのメールがあまり届きづらい、 SNS の方が確実でなんなら早いっていうところの方が結構多くて、メールだとなんか受信できないけど SNS だとなんとか全然大丈夫っていうところも結構あって、前回行ったバヌアツ、ニューカレドニアで、バヌアツの離島の現地のツアー会社さんに連絡を取るときはもう Facebook を使って連絡を取っていて、そっちの方が手際よくツアー会社さんと連絡が取ることができました。先ほども言ったように Twitter、Instagram っていうところも大事なんですけども、 Facebook はかなりどのツアー会社さんも Facebook を持っているので、そのツアー会社さんの名前でね検索してそのまま Facebook のメッセージを送ってしまえば済む話なので、かなりね Facebook 役に立ちます。結局ね、旅先で友達になった人とかの連絡先とか Facebook 教えてよって言われることが結構多いので、 Facebook はリアルの友達とつながっていないにせよ旅用のアカウントとして1個持っておくことをおすすめします。まあね、それで Facebook でつながることで気軽に連絡も取れるし、チャット感覚でね質問もできるので、友達のようにツアー会社さんとやり取りできるっていうのが一番大きなメリットかなと。まあ、もちろん英語が苦手な人は日本のツアー会社さんに頼んでいろいろやってもらうっていうのが一番いいとは思うんですけども、結局ね日本のツアー会社さんをかませると手数料とか、まあもちろん高くなってきてしまうので、英語がちょっとでも自信ある人というか英語でチャレンジした方がなんだかんだね、こちらが英語を分かっていなくでも向こうがなんとか理解しようとしてくれて諸々やってくれるケースが多いです。ぶっちゃけ正直なんとかなります。なんとかしようと思えばなんとかなります。なのでそこまでして安くしたいんだったら SNS を通してメールを通して現地のツアー会社とやり取りした方がかなりお得にね旅はできるんじゃないかなと思います。なのでね、僕はね基本的に SNS とか
そういったものを通してやり取りをしていて、まあ、主に Facebook、 先ほど言ったように Facebook、 ぜひねこれから旅をしてもっと興味深いところまで行きたい、現地の人しか知らない情報を知ってみたいっていう人がいるのであれば、 SNS でね自分でツアー会社にコンタクトを取ってみるっていうのをおすすめします。まあ今回はこんな感じで、僕はいつもどうやってガイドを見つけているかっていうお話だったんですけども、街に繰り出してガイドを見つけるっていう感じのこともあったりして、結構行き当たりばったりの旅をしているので、最初から絶対ここに行きたいっていうのがなければあんまり決めずにねフラフラと旅をしているので、まあ、正直参考にあんまりなんなかったかなとは思うんですけども、英語で現地のツアー会社に直接 SNS でやり取りをするっていうのも一つの楽しみかなと思うので、ぜひちょっと参考になればよかったかなと思って話してみました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。